虐待が疑われる子供にどう対応していくかということですけども、子供はなかなかストレートに話をしません。親のことを隠したりします。親をかばったりします。で、問題行動や気になる行動は、これは問題を抱えているというサインです。で、そういう問題行動を子供が取った時に、なんでそんなことをしたの？どうしてそんなことをしたの？なんで？どうして？っていうのは、これは質問ではなくてね、詰問、問い詰めること、詰問や指摘になって、子供は心を閉ざしていきます。で、心の内は明かさなくなります。行動が陰湿化していったりします。ね、子供の気になるあらゆるは全てサインです。問題を起こす子は問題を抱えてるっていうサインだし、気になる子は気にしてよっていうサインですし、手のかかる子は手をかけてよとかね、心配の子は心配してよっていうサインです。不可解な行動をする子は何か抱えてるサインです。で、手がかりとしては、手のかかる子、例えば登園を渋る、登校を渋る、先生にしがみついてくる、先生に甘えてくる、言うことを聞かない、みんなと同じような行動が取れない、人によくちょっかいを出す、乱暴な言動をする、こういうようなちょっと手のかかる大変な子だな、この子は、これはね、サインでもあるんですね。気になる様子の子供もこれもそうですね。これサインです。で、一つ実例を紹介します。この子は小学校1年生の子です。で、この子は1学期は順調に学校に通ってたんですが、2学期になって、夏休み明けですね、2学期になって朝登校しぶるようになりました。学校行きたがらない、母親の足にしがみついて離れようとしない、母親が一緒に行くと登校するけれども母親から離れようとしない、母親の姿が見えないと言って泣き泣き家に帰ってしまう。親は学校で何か嫌なことがあったのではないかと思って担任に聞いたんですね。で、担任は担任でいろいろ観察しました。他の生徒からも聞いたりしたけども、なんかいじめっていうのはこうどうも見つけられなかった。で、いじめられた様子もないと。で、原因は分からなかった。授業でこの子は結構発表もしたりして、授業に始まっちゃうと結構熱中もしたりするんですね。で、でも後ろにお母さんがいるからチラチラ見たりするんですけど、で、その子はなぜ学校行くことを渋るのか、なぜ母親から離れようとしないのか、原因を探ってほしいということで連れてこられました。ね、で、私はその子にいろいろ聞いたんですね。で、聞いてもね、何聞いても横にこう首を振るか、縦に首を振るか、どちらかだったんですよ。学校で何か嫌なことがあったのかなって言うと、うーんって言うし、意地悪する子いないって言ったら、うん、いないと。あ、いないと。ね、先生怖いって言ったら、うん、怖くない、優しいって言うし、うんか、うんなんですよ。ね。で、何も聞けないわけですよ。でも、ここでめげててはカウンセラーとして成り立たないんですよね。うん。そこでどうするかっていうと、絵を描かせたんです。絵画療法っていうんですけど、絵を描かせて心に抱えてるものを探ってみることにしたんです。で、絵を描かせてみると、原因は一目瞭然だった。ね、で、その絵についてですけど、人は自分の心にあるものに気づかない時があります。子供はなかなか語りません。心の内を見せないことがあります。ね、で、本人も原因がわからない場合もあります。原因や理由を言わなかったり、本人も説明できなかったり、また親が原因であったりする場合も、親をかばったりする場合があります。そこで絵画診断法、絵画療法って言いますが、それを手がかりに探っていく。アサレチ式絵画診断法っていうんですけど、日本児童画研究会。このアサレチ式絵画診断法って、これご存知の方いらっしゃいますか？いませんか？これね、いますか？実はこれね、神奈川が本部なんですよ。うん。日本児童画研究会の本部は神奈川にあるんですよ。これはね、すごいですよ。この絵を手がかりに話を進めていくと、本人も気づかなかった意識の奥にあるものにたどり着いたりするんです。ね。で、きっかけと根底にある原因が異なる場合もあります。で、絵を描くこと自体が一つの自己治癒になる場合もあります。で、どんな絵を描かしたかっていうと、描かしたのはこの7つなんですよ。この7つを描かしたんです。その結果、どんな絵を描いたかと、ちょっと色がはっきりしないんですけどね。太陽、雲、山、家、木、原ですね。で、その他何でもっていうことで、蝶々があります。
これ色がはっきりしませんが、この色がね、この色が青緑なんですよ。青緑ってか青紫って言ったらいいとか。これも青紫です。これも青紫です。ね。ここの花のこの茎と葉っぱも青紫なんです。蝶々も外側はピンクですが、中は青紫なんです。この青紫って色は曲者なんです。これは離婚色といって、親が離婚するんじゃないかっていう、そういう危機を感じた時、子供はこの色を使います。それがふんだんに出てきたんですね。太陽は父を表します。こういう五行、線じゃなくてこういうね、丸い五行は、これは殴る父親なんですよ。木は普通自分を表しますが、家族を表す場合もあります。この手がね、ちょうど拳に似てるように思いません？これ、ママって書いてあるんです。ね、ママが非常にチューブラリンですね。不安定です。ママの方に拳向かってますね。色が、実はこれね、何色もあってカラフルなんです。カラフルの家を描く場合は、家が落ち着かない、揉め事の家の場合はカラフルになってくるんです。こういうのを見て判断したのはどういうことかっていうと、父親が家族に暴力を振るうことがある。母親が不安定で家を出てしまってしまうかもしれない。それが心配で心配で、両親が離婚するかもしれない。母親も時々自分たちを強く怒ったりする。雲は母なんですけど、黒い枠だったんですね。あと、コッペパンのように、こう、げんこつ雲って言うんですけど、父親にもっと自分たちのことをちゃんと見てほしい、父親とも遊びたい。とにかく揉め事の家で落ち着けない。以上のことが読み取れたんです。で、初め喋れなかったその子に絵を見ながらいろいろ聞いてったんです。お父さん、どう、怒ることあるかな、強く怒ったことあるんじゃないかなって聞いたら、ね、こう言いました。夏休み中に、夏祭りですね、お祭りがあって、家族みんなでお出かけしたんです。久しぶりにお父さん、お母さんと自分と弟と4人で出かけたんです。ね、その出かけて楽しかったんだけど、なぜかお父さんが急に怒り出して、お母さんを倒して、お母さんの上に乗って、お母さんを殴り始めたと。周りの人が止めてくれた。ね。で、お母さんは泣いて家に帰った。で、次の日に私と弟を連れておばあちゃん家に行った。実家へ帰ったんですね。少ししてからお父さんを迎えに来て謝ったので、みんなでまた戻ったと。お父さんの家に戻った。だけど、それからも父と母はよく喧嘩するし、仲がいい方ではない。だから、またいつ母が出ていくんじゃないかと心配で心配で、離婚するんじゃないかと不安だし、私は別れてほしくない。この子はなぜ学校行かなかったかっていうと、不登校にはいろんな理由があってね、一つに限定できないんですけど、この子の場合は、お母さんがまた自分がいない間にいつ出てってしまうんじゃないか、それがもう心配で心配で、お母さんから目離せないんですよ。お母さん大好きですから。だから、いつも朝お母さんの足にしがみつく。お母さんが一緒に行こうって言って一緒に行く。ね。じゃあ、門まで来たから一人で行ける？って言うけど、この子はお母さん来てくれないと嫌って言うんですよ。じゃあ、教室まで行こう。教室まで来て、じゃあいいかなって言うけど、後ろにいてと。で、授業が始まって、お母さんがこっそり抜けると、この子はお母さんを追っかけて家まで帰るんですね。もうお母さん大好きなんです。心配で心配でしょうがないんです。ね。大体以上のことを話してくれたんです。その後、お母さんと面談して、その子の言ったことを確認すると、まさにその通りだったんです。ね。夫は仕事は頑張ってくれてるけど、家庭を顧みない。ね。日曜日、休みの日になると、大体パチンコとか釣りとか行っちゃうと。家族でお出かけしたいけど。あの時、なんで夏祭りの時怒ったかっていうと、久しぶり4人で出たから、お母さん嬉しかったんですよ。それで夫にね、言ったんですよ。またこうやって4人で行こうよとか。そういう時間作ってよとか、結構それをしつこく言ったらしいんですよ。ね、そこで夫がこう、なんて、うるせえよみたいな形で、いつまで言うんだみたいなことを怒っちゃったみたいなんですけど、ね、そういう嬉しかった夏祭りへの家族でのそれが、いっぺんに悲しい出来事になっちゃったんですね。で、次の週には父親に来てもらって、父親と2人で来てもらいました。こういう場合、父親って1人で来れないんですね。案外怒る父親って気が小さいんですよ。大体夫婦で来るんですけどね。次の週には父親と母親と2人で来てもらいました。で、父親には絵を見せながら、ね、
娘さんが両親の状態に心痛めてる、ね、お母さんが出てっちゃうんじゃないかなとか、そういうことを心配してる、だからそれを心配して家から出れないんですと、離れられないんですと、ね、そういうことを説明しました。だから娘さんよりも実は親の方に問題があるんじゃないかと。で、愛の具体的な形とか、柔らかい会話法とか、夫としての在り方とか、そういうことを話しました。子供はね、家の中でただ空気を吸ってるんじゃないんですよ。親の醸し出す雰囲気という空気を吸ってるんです。子供は敏感ですよね。良くも悪くも敏感ですよね。そこで、この父親には、前の父親に説明したようなこういう話をしました。これを話しました。ね。で、ついでにね、こういう話もちょっとしたんです。この父は結構、まあ、要するに、亭主関白タイプの夫だったんです。そこで、本物の亭主関白とはっていう話したことあるんですけど、皆さんね、こういう団体があるのご存知ですか？全国亭主関白協会って言うんですけど、2万4000人くらい会員がいるっていうから、すごい大きいですよね。で、これはね、僕はあんまり好きじゃないんですよね。なぜかというと、逆ジェンダーがあるもんだから、あんまり好きじゃないんですけど、でも紹介します。で、特に、威張る父親、威張る夫の場合は、この話をします。夫にね。威張る夫、威張る父親の場合は、この話をするんです。全国亭主関白協会の家にはね、さだまさしがね、亭主関白のイメージを、間違ったイメージを広めたって言うんですよ。ね。亭主っていうのは本来は茶道用語なんだと。お茶を立てて振る舞う人、袴を着たりしてね、抹茶茶碗に粉入れて、お湯入れて、チャカチャカチャカってやって、振る舞う人。あれを役をやる人が亭主なんですよ。だから女性がやっても亭主ですね。お茶を立って振る舞う人、もてなう人です。ふんどり返って威張ってる人じゃないんですよ。ね。ふんどり返って威張ってるお客さんなんです。やがて去る人なんです。関白は天皇に次ぐ2番目の位の人で一番じゃないんです。天皇を助け、支え、補佐する人です。ね、ナンバー2なんです。じゃあ、関白がいるってことは天皇がいるってことですよね。じゃあ、夫が関白だったら天皇は誰になるんですか？誰になると思います？これは？妻じゃないですか。だから妻より夫が威張ったら、これは下克上になっちゃいますよね。だからここの教会では、一番手は妻に譲り、二番手の喜びを得て可愛い亭主になろうと。それが亭主関白なんだと。ね。非価値三原則、比較三原則をもじって非価値三原則と言います。妻に勝たない、妻には勝てない、妻には勝たなくてよいと。それを妻に勝ちたい、妻には負けない、妻には勝たなければならないって考えるからおかしくなると。ね。だから妻にありがとう、ごめんなさい、愛せる、この三原則を言いましょうと言うんですけどね。どうでしょうか。ここまで言ったら、ある男性がこう言ったんです。じゃあ男は形なしですねって言ったんですよ。形なしですかね。男の権威や威厳は何で示したらいいと思いますか。これ次書いてないと思うんですけど、書いてないかな。書き加えてください。男の権威や威厳は何で示したらいいか。ね。皆さんはどうしたら男って、この人いいなとか、この人すごいなと思うか。まあ、結婚してる場合は、この夫はとかね。こう言いました。それは、妻や子供を笑顔にすること。ね。これができたら、家族は、ああ、この人と結婚してよかったなとか、お父さん大好きとかってなるんじゃないですかね。ね。何も威張るのが、ね、熱い札束持ってきて、ほっぺたピチャンピチャンってやるのが権威じゃないんですよ。家族を笑顔にしてくれる。ね。それが、まあ男の権威や威厳かなと。で、僕はもうちょっとバージョンアップしました。上の方の。家庭での天皇は妻って言うけども、妻はね、天皇がしてくれないようなこともしてくれるんじゃないかと。例えば家のことをいろいろしたり、場合によっては子供を作ってくれたりとかね。別に子供を作らなくてもいいですよ。でも子供を産んでくれたり、子供を産むなんてことは男は逆さになってもできませんから。これは神業ですよね。
そういう意味では妻は天皇より偉いんじゃないかと。天皇より偉いってのは何だと思います？神ですよ。ね。だから日本では古来こういうふうに呼んだんですよ。親しい身近なところにいますから、この神様のことをお神さんって呼んだんですよ。そのお神さんは時々口うるさいことを言いますよね。口うるさいことを。だからそれを何て言うかっていうと、ガミガミって言うんですよ。この妻の言うことはちゃんと聞いた方がいいですね、男性はね。こういう話をこの男性の場合はしました。まあ実はこの話の中にはね、逆ジェンダーもあるもんだから僕はあんまり好きじゃないんですけど、あまりにも亭主関白意識が強かったり、男はという意識が強い人の場合にはこの話をします。そうして一旦ひっくり返します。その上で今度は対等な関係を築いていくように、まあ、するんですけどね。この話をした時、隣でこの人の、奥さんは泣いてましたね。妻さんは泣いてましたね。まあ参考にしてください。子供にどう対応していく。あ、ちょっともう時間がだいぶ来てしまいましたね。あとはね、じゃあちょっと読んどいていただけますかね。じゃあ、最後に一つ。これは先ほどの子供の、気になる子供への対応の仕方っていうのは先ほどと一緒です。で、人はまず親や周りの大人からいろんなことを学んでいきます。言葉、あるいは生活様式、人との接し方で、これはおかしいと批判的に捉え、新しいやり方を身につけない限り、親やこれまでの世代と同じことを無意識のうちに繰り返してしまったりします。世代間連鎖と言います。DV や虐待も加害者はほとんどかつては被害者でした。そしていつの間にか親をコピーしてしまいます。加害者更生カウンセリングはこれまでの自分の育ちを見直し、自分の考え方や行動の荒らし方を教材をもとに点検し、人との柔らかい関係の作り方を学んでいくという、そういう生き直しのチャンス、それを提供するものです。生き直しのチャンスですね。そういうものを提供するのが加害者更生カウンセリングかなと思います。まあ、こういうふうなことをしながら、私は日々加害者、DV や虐待の加害者に接し、彼らに優しい対応のできる人になってもらうように働きかけています。今日はうまくいった例を話しましたが、なかなかうまくいかない例もあります。特に傷が深かったりとかね、する場合なかなかうまくいかなかったり、あるいは自分が親にされたこと、あるいはしつけでしょうがなかった、自分が悪いんだからしょうがなかったんだっていうことで、自分を厳しく育てた親を批判的に見れない人の場合はなかなか難しかったりしますね。今の自分を肯定してしまいますからね。そういう場合も難しかったりします。しかし、もし皆さんが今後 DV や虐待、その場面に遭遇したら、ただたしなめるだけではなくて、加害者の奥にあるものも触れていけるような接し方をしていただければ、少しでも効果が高まるんじゃないかなというふうに思いました。ということで、私の話を終わらせていただきますが、こういうね、もし先ほどの絵の絵画療法に興味ある方は、こういう本もあります。それから私もこういう本出してますので、またよかったらお買い求めください。今日はどうもご清聴ありがとうございました。以上で終わります。